どうした？辛いことあった？皆さんのご家庭はどうですか？パパ迎えの時間。嘘。今日はもうタブレットなしにしよう。一回座ってごらん。ねえ、何するっちゃろうね。わからん。おーめっちゃこれは。習い事で、皆さんに言ってないことがあって。何？実はえみし君。はい。カエルの子はカエル。ぴょん。はい。今日は唯一二人とも習い事がない日でございます。せっかくね、家族全員集合する日なんですけども、結局二人とも家族よりね、友達過ごしたいみたいな時期に突入してきたんで、スマホとかタブレットとかでそれぞれ過ごすことが多くなってきたなぁと思って、皆さんのご家庭はどうですか？今日はデジタル定休日にしたいと思います。一緒に遊びたいなぁと思って、今、共にバタバタと作業を終わらせています。とある企画用意したんで、お楽しみに。パパもね、今、それにまつわるのを作ってくれてます。イエス！パパ、迎えの時間。嘘！帰ってきたらあれだから今日。あれやるから今日は。言うなよ。絶対に言っちゃダメだよ。ただいまフィニッシュ。びっくりした。おかえり。今日どうだった学校？楽しかった。エニーはどうした？辛いことあった？大丈夫？タブレットつけて。今日はもうタブレットなしにしよう。一回座ってごらん。いや本当に。今日は本当にタブレットなしにしよう。今日はちょっとあれしようと思ってます。ちょっと待ってね。ねえ、何するっちゃろうね。わからん。よね。楽しみ。はい、ということで準備ができました。呼びましょうか。盛り上がってない。え、待って、なんとも予想してみよう。うちはメイクと思う。俺、遊びなんか。よし、行こう。はい。エリコイドじゃいいよ。行こう。出発しまーす。どうぞ。何で？これ見て。何これやだ。何やと思う？あなたダメだよ。ここでかいやろ。見たい。見たい。おーめん！おーめんだ！なんか何度でも挑戦したくなるスポーツゲームらしいんやけど、スーパープレイ出した人からパパが作ったおやつゲットできるのよ。 やる人まずは1種目目、スポーツヒューマンバスケットボール。イエーイ、やっていく。遊び方の説明いたします。遊び方は簡単。ジャンプしてダンクシュートを決めてね。アクロバティックロングシュート。ジャンプ台とゴールの間にボールを乗せたボールスタンドを置いて、ジャンプしてからボールを片手でキャッチしてシュートを決めよう。これやばいけんね。これボールスタンドの高さは調節できるよ。いろんな高さで試してみて。ということでね、エニくん、イトちゃんはダンクシュート、スーパーダンクシュート、どっちでいく？ロングとショート。ロングと。おー。
パパはアクロバティックロングシュートの難易度3 、はい、やったるわねえ、ゴールを決めた人だけおやつをゲットできます。いける？いける。いけます。それでは、イートちゃんの1本目、うん、あーしゃぶーあーしゃぶーよしゃーエリくん、それでは行きましょう。せーの、あかーせーの、あかーあかー忘れ物ー、せーの、惜しい、せーの、ごめんなさい、せーの、うわー惜しい惜しい。スローモーションでどうぞ。今の悔しいね。今の。せーの。惜しい！3人も一緒！出てきた。来た、ここや。あ、ここ行けるわ。行きます。せーの。2種目目、イエーイ、スポーツヒューマンサッカー、やったー、はい、遊び方の説明をいたします。はい、決めろスーパーゴールということで、トリガーを引いてシュートを決めよう。ボールポジションが前方にあるほど低いシュート、後方だと高いシュートになるよ。で、ゴールキーパーはゴールキーパーハンドルを左右に動かしてキーパーを操作、ゴールを守ろう。ゴールキーパーレバーのスイッチを押すとゴールキーパーがジャンプで、スーパーセーブということで、ということで、はい、今回のおやつゲットルールは、はい、もうパパはゲットしたのでキーパーやってもらいます。いやー絶対なるぞー。エニクイトちゃんで先にゴールした方がおやつゲットできまーす。1回戦目、うわあ！イエーイ！あ、足をまずカチッとやらんといた。じゃあボールセッティングでいい。はい、行くよ。優しい。ベントかけた今。ベントかけたってマジ。はバナナシュートができる。バナナシュートって壁を2枚置きましょう。それではラスト、あの競技に行きましょう。レディーゴー。ヒューマン鉄棒、よいしょー。俺にとも得意な鉄棒だから。あ、遊び方の説明いたします。大車輪させよう。
回転ボタンの黄色を押すと人形の足が前後に揺れるよ。タイミングよく押して振り子のように人形を揺らし大車輪させよう。ボタンを押すタイミングがコツだよ。ジャンプ&着地を決めよう。大車輪中の勢いがある状態でジャンプボタンを押して人形をジャンプさせよう。タイミングよくジャンプさせることができれば着地が成功するよ。ということで今回はうまく着地ができた人がおやつゲットとします。よっしゃー、どこでもいい、この3つ着地できれば大丈夫。じゃあ1回戦いたちゃんお願いします。前前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 前タイムがあった。うん、うまい。ドン。うまい。うまい。うまい。わあ。惜しい。ここ一発でいけるよね。何回でもいけるね。それはもちろん。なるほど。いきます。43歳。それ言わんで。ずっとずんずっとずんずっと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 シマ、シマ、逃げるぜよ。うっ、逃げるぜよ。うっ、うっ、筋トレしようって。おお、おお。もう、もうめっちゃおもろい。わざわざ来た来た。おうあー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 リナリナリDJ みたいになってるよ。もう初めて。はい、ということでね、これでカエルパパがクリアしたら、はい、全員おやつゲットとなります。頑張ってね、パパ。わかったら、いきます。はい。いきます。いきます。いきます。運命のお時間です。持ってる、もう持ってる。結果発表、イエーイ。全員おやつゲット、やったー。いいってことだよ、いいってことだよ、はい、じゃあパパが作ってくれたおやつ食べに行きましょう、はい、イエーイ。では
みんなバラバラやけどね、こうやって揃って食べても嬉しいね。ね、うん、そういう時間大事じゃないかな。パパとイシ君、そう、さっきあの対決はねやってるから余計余計にね、うん、お互いが負けたくないっていうのがあってな。そういえば、あの習い事で、うん、皆さんに言ってないことがあったよ。ん？何？言ってなかったよね。実はエミシ君。はい。あれ言ってなかったっけ？言ってなかったと思った。言ってないね。言ってないよね。あのね、そう、あのエミ君、あのバク転できたんで、そうね、これを持ってっていうことで、サッカーの方を真剣に頑張るってことでね。そうそう、ことだよね。まさかあれが兄弟共演のラストやったと、最後になろうとねえ、うん、まあエニーともね、本人の意思でサッカーとダンスね、一生懸命今頑張ってるから、うん、ね、パパとママもね、これからね応援、全力で応援して、うん、サポートしていくんで、思いっきり思いっきり頑張ってください。うん、本当に、はい、おいしいね。いっぱい食べて、はい、あー、お風呂上がってきましたね。超みんなと遊べて楽しかったね。楽しかったな、マジかね、マジ楽しかった、本当に。なんかこれが楽しかった、超気持ちよかったね。超気持ちよかった。難しい、なかなか決まらんかったけどな。そうそう、あの、ほんと、だろ、最高でしたね。何度でも挑戦できるけんね、気軽に、ね、な、そう、何回も挑戦したよ。何回も挑戦した。ほんと面白かったね。ハマり、めっちゃハマった。ハマったね。もう、あの、諦めない、久しぶりに、そう、諦めない大事、うん、大事、久しぶりに家族で大笑いした、うん、糸ちゃんの鉄棒、もう、笑いよ、もう、これ違うぞ。もう腹筋、腹筋ねえ、もうすぐね、夏休み入るけんね。あ、そう、すごく暑い日にはね、お友達とね、これで一緒に遊んだりね、まあ今日みたいにね、家族時間作って家族で遊んだりとかもね、我が家もちょっと遊んでみてすっごく楽しかったから、頑張りました。ねえ、ぜひ皆さんもね、遊んでみてください。さらになんと、フィッシャーさんがアンバサダーを務めます動画投稿コンテスト、スポーツヒューマンクリエイターズカップもあるよ。詳しくはこちらも概要欄を見てね。イエーイ、またみんなもやろうね。やろうね。ハモるな、ハモるな、ほんまに。はい、おやすみ。ここからおすすめの動画をこちら、その他 SNS も登録してね。